アダーマ・エクバール国際空港はパキスタンで2番目に大きい民間空港であり、パンジャーブ州の州都ラホールにある。開業時の空港名はラホール国際空港であったが、2003年に新ターミナルビルがオープンした際に、パキスタン建国の主要な提唱者であったムスリムの詩人、哲学者、ムハンマド・エクバールにちなんで改名された。空港には現在ターミナルが3つあり、 それぞれアラーマイクバールターミナル、ハッチターミナル、貨物ターミナルである。この空港は市中心部から約 15km の位置にある。2010年3月5日、パキスタン民間航空局は空港を拡張する計画を発表した。チェックインデスクを24から48に倍増し、出入国管理カウンターも10から22倍増する予定である。ターミナルも拡張される予定であり。 空港建設時に将来の拡張に備えて戦略的に確保していた土地を全て活用するとしている。東空港に到着するサウジアラビア航空のボーイング747-300出発する PIA のエアバス A310 離陸中のエアブルーのエアバス A320。ありがとうございます。